相次いで、県大会、中国大会、インターハイの中止ということで厳しい状況でしたけども、とにかく下を向かずに冬に向けて準備をしていこうということで、逆にたくましくチームが成長を遂げることができまして、高校選手権広島県大会に臨むことができました。超えた自分におはよう、ハロー、もう辛くないよ、泣いたり悩んだりするから、人生は美しチームで、粘り強いチームとは分かっていたんですけども、大変厳しいゲームでしたけども、3年生を中心になんとか試合をまとめることができました。昨年、鹿児島インターハイではベスト8、しかしながらウインターカップでは初戦敗退ということで厳しい現実を受け止めて、昨年の悔しさがあるからこそまず初戦突破を果たしたいと思います。率直な感想は、まずはやっぱ優勝して嬉しかったことっていうのがやっぱ第一番で、やっぱりこれからの戦い全国あるんですけど、やっぱそれに向けての第一歩だと思ってたので、それに向けて頑張っていこうっていう気持ちもあります。自粛期間でもやっぱり体力筋力を落とさないように、個人でやっぱ練習するために目標を決めてやりなり、やったことをやっぱチーム内で発表し合って、これぐらいやっているとかそういうことを得ながら、モチベーションを下げずに心の中が開けた時にすぐできるように、そういうことを意識してやってました。バスケができない
だったんで、まあ、家で筋トレするとか、まあ、自分はコロナ前は筋トレとかあんましてなくて、2年生の時試合出てたんですけど、まあ、当たり負けとかしてたんで、そこは筋トレをして大きくなるようにしました。自分は怪我が多くて試合に出なくなってしまうってことが多かったので、体作りの面をまずやって体力を落とさないように外で走ったりしました。チームとしてはみんなで5人でつながって、スタンドもベンチもそのみんなをゲームの虜にして勝って、個人的には自分が一番に、まず自分が点を取ることを意識してやろうと思います。ウィンターカップではチームとしては全員で守って、全員で走って全員で点を取るっていうバスケをしたいと思っています。個人的にはポイントガードなので、シュートもそうですけど、相手を味方を生かすプレーをどんどん出していきたいと思います。自分たちがチームと当初から決めた目標である全国ベスト16にお達成できるように、やっぱり一戦必勝で一試合一試合チームがつながって勝てるように、これからも頑張っていきたいと思います。悲しい時だけに泣くんじゃないだろう、俺たちは共に立ち上がり、共に喜び合い、支え合う